おはようございます、たかしです。本日は10月29日金曜日、ただいま8時10分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。現在日足はエリオット波動5波をイメージしておりまして、その5波の途中かなという感じです。今は5波進行中の中での調整の下落、ここに小さなエリオット波動をイメージしておりまして、それの4波中かなという感じですね。そしてこの4波の調整が終わったところからの5波で、目指すは160円付近というふうに見ております。現在インジケーターはかなり弱い状態です。ストキャスティクスも下に下がってきておりますし、マックDもデッドクロスした状態で、昨日は陽線で終えてます。下ヒゲをつけた陽線なんですが、インジケーターに影響はなく、このまま弱含んでいる状態ですね。そして GMMA とも乖離しておりますので、下落するような雰囲気を見せておりますが、昨日も一昨日も下ヒゲをつけた状態になっておりますので、下値が硬いなっていうのも見て取れます。そして昨日の動画でも言ってるんですが、おととい、水曜日の下髭先端と火曜日ですね、その前の日の火曜日の上髭先端、この間での動きになるのかなというふうに考えてます。では4時間足です。4時間足はここに白のエリオット波動、今3波から4波に入っているのかなというふうに考えてます。で、この4波なんですけれども、この1波、2波、3波、この3波に対しての4波になりますので、それなりの大きな調整をしてくると思ってます。もう少し調整が続くんじゃないかと個人的には思っておりまして、そう考えますとこの辺でのレンジ、そこからの上抜け上昇というふうなイメージを持っております。先ほど言ってました、一昨日水曜日の下ヒゲの先端がここですね。そしてその前火曜日の上ヒゲの先端がここ、今ここに水色のボックスを描いているんですが、この中での動きになるのかなというふうに考えております。それともう一つイメージしているのが、ここの黄色のラインとこのオレンジの切り下げライン、ここでのディセンディングトライアングルのようになるのかというふうにもイメージしておりますので、今このどちらかで動くのかなというふうには考えております。そして今は上昇してきております。昨日ここ底堅いの分かりますよね。ずっと下ヒゲで返されてます。何度も下ヒゲを出して、結果的に今じわじわとではありますが上昇してきております。で、今は一旦このオレンジの切り下げラインの高値ぐらいを目指して上げてくるのかなという感じがしますが、インジケーターを見てますと、ストキャスティックスは高値圏にありますし、マックDはね、上昇してきている割にはすごい弱いんですよね。なのでそこが気になるところです。昨日の上昇っていうのはドル安によるポンドドルが上げたことによる上昇なんですね。円も若干、強かった時もあるんですが、結果的にはドル安による上昇ですので、どこで下落してくるかっていうのがわからないんですが、今は今一旦の上昇ターゲットがありませんので、じわじわとしばらく上げてくるのかなというような個人的な印象を持っております。ただこのまま上げてきて上抜けするというよりも、調整がもう少し続くんじゃないかというふうに見てますので、ここで4波が終わるには少し調整が短いのかなという気がしますので、もう1回下落などの動きを見せてくるんじゃないかと。やはりここでのアセンディングトライアングルを作るぐらいの調整があってもいいのかなと個人的には考えてます。では1時間足です。先ほどの水色のボックスがここですね。今この中で推移しているのかなと考えております。だいぶ値幅がありますので、この中で十分トレードはできるんですけれども、今ストキャスティクスは高値圏、マックDはじりじりとでありますが、上昇モメンタムを維持している状態ですので、底堅いなっていう印象を受けますね。で、今は GMMA がこれ、1時間足はずーっと下落してきてたんですが、今少し上昇に向かっているのがわかります。で、今、じり上げになってますので、こういう上げ方をするときってどこまでもじりじりと上げていくっていう傾向があります。ただ4時間足のインジケーターが弱いのは気になりますが、今は基本的にこのまましばらく上げていくと考えております。そして、そのターゲットなんですが、一旦はね、この大きな陰線ありますよね、ここ。これの先端あたり、つまり、フィボナッチトレースメントでいうと、この白のラインですね。ここのヒゲ先から、このヒゲ先に引いたフィボナッチトレースメントの 61.8%、ここの白のライン、156.979、約157円ですね。この辺付近を目指して上げてくるんじゃないかなというふうに考えております。そして、ここまで上げたところで次どうなるかですね。一旦の下落はするかもしれませんが、この GMMA が今度上がってきますので、そこでまた支えられて再上昇となって、このオレンジの切り下げラインぐらいを目指してくるんじゃない
かというふうには考えておりますが、日足のインジケーター弱いです。4時間足も怪しい雰囲気、ただ方向感がない感じとは見えます。1時間足は上昇しそうという少しバラバラな感じで分かりにくいなと思いますので、やはりトレードがしにくいなという印象を持ちます。で、今1時間足を見てますと、このままじり上げをするんじゃないかなと思いますので、そうしますと5分とか15分とか買い足で押し目を拾っていくのがいいと思いますが、今は一旦この157円付近を目指して上昇してくるとは考えてますけれども、やはり上位足のインジケーターを見てますと、いつ下落してもおかしくない雰囲気ですので、やりにくいなっていうのが正直なところですね。ただ下落してきたところでは、ここの黄色のラインですね、156円っていうのは底堅いのが分かります。ここすごく反発しておりますので、この辺ではだいぶ買いが入ってきているなっていうのを感じますので、下落してきたらそこで買っていってもいいのかとは思いますが、今、エリオット波動大きくは4波に入ってますので、最終は上げていくと思います。ただこのままずっと上げるのかというと、そういうイメージではないっていうのも、感じてますので、一旦大きめの下落があってからじゃないと上げきれないんじゃないかと個人的には考えてます。日足4時間足で見ていただいた通りなんですが、だいぶ強い上昇で上げてきておりますので、それなりの調整をしてくると思うんですよ。それが日柄調整になるのか、それとも一旦大きく下落する調整になるのかっていうのがわからないんですが、インジケーターは下落しそうに見えますので、一旦はショートを狙っていくのがいいのかなと思ってます。先ほど1時間したじり上げなので、買い足での押し目買いと言いましたけれども、今は高値圏で乱高下しておりますので、下落のパターンが出たところですね、あのダブルトップとか3層とかを描いたところではショートを狙っていってもいいと思いますし、今ですと一旦の節目はこの大きな陰線になりますので、この陰線の始点、この始まった点ですね、この辺付近に来たところで、買い足でそういうダブルトップなどの、パターンを見せてきたところでは下落を狙っていけるといいのかなと。で、ここを超えてきた場合は、次はこの切り下げライン付近でそういう動きを見せればショートを狙っていけるかなと思っております。ロングを狙われる方は、買い足で取っていけそうな感じはするんですけれども、そこは十分注意した方がいいと感じますので、その辺を考えてのトレードがいいと思ってます。あと昨日一昨日も言ってますけれども、今月末ですので、あのロンドンフィックスの時間ですね、23時から24時の間っていうのは予期せぬ動きをする時があります。実需の買いや売りが入ってきますので、インジケーター無視する動きをしてきますので、あまりトレード、その時間ですね、夜の時間はあまりトレードはしない方がいいのかなと個人的には考えておりますので、昨日も言いましたが、ポンド円は今このようにだいぶひげを出してて、すごくトレードがしにくい、あの打っても勝ってもやられるっていうような、そんな風なイメージでもありますので、資金を失っていく可能性が高いんですね。ですので他の通貨で今はトレードする方がいいんじゃないかと個人的には思っておりますので、本日も無理のないトレードを心がけていきましょう。というところで本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。